平野紫耀の表情が物語る、エムステ、出演直前の脱退発表、ファンの心に残る違和感。第一章、エムステ、の舞台裏、笑顔の裏に潜む不穏な空気11月4日、キングプリンスのメンバー、平野紫耀、神宮寺勇太岸勇太の驚愕の脱退が発表されました。しかし、そのわずか2時間前、 彼らはミュージックステーションに生出演し、通常の笑顔とは異なる表情を見せていたようです。1.1位編の長考、平野仕様の表情ドラマ、ボーイフレンド降臨の主題歌彩りを披露した彼ら。しかし番組内のトークコーナーでの平野の表情がファンの間で話題になっています。通常の明るいキャラクターとは裏腹に、 彼の顔には異変が見られたとの声が上がりました。平野、神宮寺騎士の3人は来年5月22日でグループを脱退することがファンクラブにて通達されました。おそらく平野も番組後に発表があることを知っていたはず。普段は明るい天然キャラでグループを牽引してきましたが、この日ばかりは表情を作れなかったのかもしれません。芸能ライター。1.2ファンの感覚。 ティアラの違和感ティアラ、ファンの愛称は番組中に何かがおかしいと感じていたようです。平野の表情に違和感を感じ取り、脱退発表後には SNS へで様々なコメントが寄せられました。ワイプに映った平野くんの表情が全てを物語ってて泣いたワイプの平野仕様の顔の力見ると辛すぎて、平野仕様ワイプで抜かれてたけど確かに笑ってなかったんだよね。 今思ったらあの時の表情納得。エムステのワイプで平野仕様が抜かれた時、めちゃくちゃ真顔だったのが気になってたけど、こんなのってないよ。涙。1.3裏話。楽屋での平野の姿一部スポーツ紙の報道によれば、番組本番前、平野は楽屋に入らず、廊下で一人座り込んでいたとの情報もあります。楽屋裏での様子からも、 この日がメンバーにとって非常に厳しいものだったことが伺えます。第2章、滝沢秀明氏の退社と、ジャニーズ事務所の未来この脱退発表の背後には、ジャニーズ事務所の副社長であり、子会社社長を務めていた滝沢秀明氏の退社も影響しているようです。滝沢氏の退社発表があったばかりの11月、2.1。 ジャニーズ事務所の同様滝沢氏の退社が不穏な空気を生んでいた中、メンバーの脱退発表は一層の驚きを呼び起こしますし、ファンの怒りは爆発的であり、これによってキンプリとジャニーズの未来がどのように影響を受けるかが注目されています。第3章。 ファンの反応と期待、未来への希望3.1ティアラの怒りティアラは、脱退発表に対して怒りを爆発させています。SNS 上では、悲痛なコメントや未練の声が多く見受けられ、これに対するジャニーズ事務所の対応が、今後の展開を左右するでしょう。 3.2未来への不安と期待ジャニーズ事務所はこれまで数々のアイドルグループを育て上げ、日本のエンターテインメントシーンに多大な影響を与えてきました。しかし、最近の動きからは事務所内に不穏な空気が漂っているようにも見えます。ファンはこれからのジャニーズの未来に対して不安と期待を抱いています。未知なる舞台への一歩、キンプリ。 と、ジャニーズの挑戦平野使用、神宮寺勇太、岸勇太の脱退発表という出来事がファンや一部報道を通じて多くの反応を呼び起こして、これによりジャニーズ事務所全体の未来に対する懸念も生まれています。しかしながら、これは新たな舞台への挑戦の一環である可能性も否定できません。ファンと共に、ジャニーズと、キングプリンスの新たな一歩に期待しましょう。